みもとあいし、みもとあいつらあいつこ、どうも、チャジンです。今日もチャジンチャンネルやってます。ちょっとみんなさ、子供が二人いるとさ、なかなかラーメン屋って入れないんだよね。うるさくできなかったりするからさ、小さい子いるとさ。でもさ、ラーメンが食いたくて食いたくてしょうがねえんだ。だからね、よかったらみんなコメント欄でね、自分の県とかね、出身のね、ご当地ラーメン、こういうラーメンがありますよ、美味しいよっていうので、ね、ぜひともコメント欄で教えてほしい。みんなの好きなラーメン屋、見てね、そういうサイトとか見ながらニヤニヤしてみたいと思いますね。よろしくお願いします。ということで、今日もチャジンチャンネルやってサージンチャンネル。タラコちゃんを一体倒してからゴールということでやってきたと思いますけど、ね、ボス戦構成ございますということで、ね、ちょっと待って。キノピコちゃんお前だ。これさ、やっぱり一応キノコ取ってった方がいいよな。そうだよな。針とか結構置いてあるからさ、これ取っていきつつの、なんとか、お前、やらしいやついっぱいな。そうだよな。あっち側にいた方が有利っちゃ有利だもんね。でも、俺は条件取りたい。いや、でも、これ条件取ってそのまま行っちゃってもいい気がするけどさ、うわ、死ぬな、死ぬな、怖い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 。痛きな、うん。痛きなんで、ここで避難させていただきまして。来てみろよな。はい、フェイント分かってます。はい、分かってます。はい、分かってます。あばあば、サージンチャンネル。怖いなー、怖いな。ちょっと待って、魚たち怖い。うわ、これでもね、できれば下キープしていきたいよな。海の面でさ、下いた方がこうやってね、頭ヘッディングさせて相手を持ち上げることができるから、やっぱり下キープありがとうぜ。ということで、ちょっと待ってね、これでごめんねー。ほい、来てみろよ。ごめんねー。あ、じゃあじゃあ、もう一発や。そうそうそう、もう一発やだ。ごめんなさいね。これ別に外役プレイとかじゃないからね、こうやってやることでなんとかね、位置を取りに行く作戦でございますから、れっきとした戦術でございますからね。ということで、うわ、ちょっと待って、ルイージ、けけけ、ルイージにやられそう。ルイージにヘディングされそう。オッケーけけけ、完璧完璧。怖い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 、ちょっとめちゃくちゃ怖いんですけど、このボス。けや、ちょっと待って、やらしいなお前よ。俺んことヘディングさせようとしてきた。オッケーオッケーオッケー。これでスーッと行きまして、まだかなんだこれ、迷路コース。え、普通にゴール。あの会長さんに、ちょっと怖い、やだだろ。ほうほうほう、今んとこ死んだ方が盛り上がったんじゃないのか、草人。草人チャンネル。バルーンコースまとこちゃ、草人勝ち確やん。ということで、ね、やっていきたいと思います。どうも、クサージンです。はじめて、天才バルヤジ。あ、天才バルヤジ。ちょっと待って、スタート行かれた。てん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 。天才バルヤジ。イェイ、天才バルヤジ。あ、天才ビリヤジ。ちょっと待って、待って、オッケーオッケー。てん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 、天才バルヤジ。てん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 、みまどわいし、みまどわいさらーってこ、俺が、天才バルヤジになっちゃう。バルヤジになっちゃう。だって、クサージンとよくわかんなくなった。オッケー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 。ちょ、余裕で勝つ、余裕で勝つ。はい、ごめんねー。さっき行かせていただきたいと思います。あれ、どうしちゃったのかな。ちょっと待って、いや、結構きつい、結構きついぞ。いや、結構キノピコが行って、じゃあキノピコが来てる。でも、クサージン勝つんすわ。こういう見せ場ちゃんと作っときながら、ちゃんと勝つんすわ。ごめんね。はい、行かせていただきたいと思います。これでちゃんとスターを取りに行きまして。はい。なさあ、ちょっと待って、条件忘れてた。完全に、条件戦だった、これな。条件戦調子乗ってた。いや、ちょっと待って、それはないっちょ、待ってて、ね、行かせろ。なんでしょ、なんでしょ、そんなレベルレベルレベル。これで負けんのはない、これで負けんのはひどすぎるって。草人チャンネル。 3D スキーのバトルコースやってきたと思った。どうも、草人です。ちょっと待って、ちょっと待って、どうも、草人です。やってる時なんか、ルイージの死骸降ってきたぞ。もう、ルイージの死骸降ってきた。スタートで、お前、もう諦めんの。死骸、スタートしてんで、もう死骸維持いたんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い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 。ちょっと待って、え、これさ、例によって全然違うじゃん。お前、クソコちゃんじゃねえかよ。嘘でしょ、全然作り違うんです。ふざけんなや。なんだこれ。おい、ちょ、待て、マリオのバス一番楽じゃねえか。ただ、どっかにあるだけ。お前とこれ無理だ。猫でこの一番スティックのめちゃくちゃ難しいんだから。あ、ちょ、ふざけ、マジでふざけんな。なんで俺だけこの方やらなきゃいけないんだ。結局ここでダメージ食らっていかなきゃ、それぞれで全然違うレースもさ、もうバトル構成もなんでもねえって。おい、ブンブンスタートらせろ。お前がスタート、お前がブロック叩いてスタートるんじゃねえ、バカ誰が。これでなんとか行きまして、俺だけ木箱とんでもねえ数あるし、もう意味がわかんねえ。なんなんこの子、何がしてんだ。お疲れ、イラつく。草人チャンネル。
ル。わー、来たんですけど、毎回毎回なんでこんなにもぐじゃ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 クソカイゴム切って湧いていくの、意味がわかんねえこいつら。まずオッケー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 、間に合うな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 、やっちゃった。ミスター気持ちやりなすわけねえだろバカ、誰か気持ちなんか申し訳ない、俺がさこうやって、ね、動画撮るためにさクソガイコミキッズがいるとさ、こうさマリオメーカーやってない人からするとミンバトってこんなにも治安悪いのとかさ、こんなになんかものすごい嫌な人ばっかりになったらあんまりマリオメーカーやりたくないとかミンバでやりたくないなとか思う人がいるかもしれないけどさ、違うんだよ、違う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 、オンラインってこんなもんなん、これが日本の縮図おそらくどのゲームやったってね、一定数こういうねクズみたいなやついっぱいいるからみんなオッケー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 、別にミンバトに限らんてこれが今の日本の現状でございますなお前ざけんな、ちょっとクレーン全然いけねえじゃないかだからオッケーオッケー、マリオメーカーを攻めないでくれ、攻めるんだったら今のこの日本を攻めようぜな分かったか、オッケーオッケーオッケー、ちょ日本俺大好きだけど大好きだけど、こっち来てくださいときに一言言っとこうぜ、クソガイコミキッズさんによ、オッケー、ちょだいぶ余裕だね、これだったら助けてください、お前のこと助けるわけねえだろバカ、誰がこれだったら余裕でいけるわ、オッケー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 、ちょてか全然来ねえじゃねえか高速よ、余裕で勝てるじゃねえか、だとしたらさ、これもう作戦っちゃ作戦なのかもしんねえよな、俺の円入った方がさ、俺が一番やっぱりバトコこのメンバーの中で上手いわけだからさ、なんか自分が勝つ確率を上げるっていう作戦っちゃ作戦なのかもしんねえけど、あ、ごめんごめん、ついゴールちゃった申し訳ない、ごめんなさい、ごめん草人チャンネル白子絶対ボスある、これ確実にボスある、とりあえずちょっと待ってね、急ぎすぎなくてもいいと思うんだよな、ボス戦が確実あるわけだから、こういうところであえても取りつつ行ったとしても、何これ ?1,2 とかあるんだけど。え、どういうこと?は ?2 なんだったか知りたい。すごく知りたい。OKOKOK。これとりあえず1ルートで赤土管、あ、いやでも、そうか、2の人だと多分下の赤土管が出てくるから、こっから合流するってことだな。うわ、ムササビ必要じゃないこれ。てか、うまくない俺な。全くダメージこれ食らわないで壊んできたんで。あ、俺、なんだかんだ1じゃね?うわ、3と4どっちにしよう。迷うな。めちゃくちゃ迷うな。とりあえずアイテムだけ、ムササビちゃんだけ取っていこう。で、4にしよう、とりあえず左、人間は左を選びやすいから、とりあえず右ルートを選びまして、あ、このぐらいだったらいけんね、あ、ちょっと待って、キノピオ多分3選んだってことやな、同じ場所にいないってことは、で、これで俺がこっち行きまして、これで終わりとかだったら最高な、今ね、え、ちょっとこれさ、例によって結構3あるんじゃないの、俺の方が早かったんじゃないか、普通容赦、3ルートの方が簡単だったんじゃねえか、いやでも大丈夫大丈夫、まだ結構続きそう、これもゆっくりとちゃんと帽子かぶっていきまして、まだ全然ピタッくっついちゃったすんじゃねえバカ、誰かお前よマリオだよ、でほら完璧きた、え、ちょっと待って、これどうやって食らわすの、え、無理よ、ちょっと待ってムササビじゃ攻撃できないんだって、どうしろと、ひいおじいちゃんじゃそれか、え、ちょっと待ってね、メカクッパで倒せってことめちゃくちゃ果てしないんですけど、ちょっと待って、メカクッパのみでやんのクソだるんですけど、めっちゃ時間かかるぞこれ、あー、スタッチある、スタッチある、ちょっと待って、スタッフね、スタッフ行かせた、シシュルイージ、シシュナイス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 、オッケー、いや、こいつでどうにかしよう、メカクッパでどうにかする、俺絶対こいつで勝つ、なんか取れた、メカクッパ全然関係ないけどねメカクッパ全く関係ないけど、とりあえず鍵取ることができましたということで、はい、これでゴールありがとう、Thank you!